ネルスルタン・アビシュリ・ナザルバイフは、カザフスタンの政治家。現在、カザフスタン共和国国家安全保障会議議長。初代大統領、ネルスルタン・アビシェビチ・ナザルバイフとも、1991のカザフスタン独立から2019年まで、約30年にわたって、大統領を務めた。首都アスタナは、彼の名前にちなんで、ヌルスルタンと名付けられた。アルマトイ州。 カスケレンスキー・チクチェモルガン村出身。妻、サラサラ・ナザレバイエバ、三女、三人の孫を有する。孫のアイスルタンは、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校を、優等で卒業し、カザフスタン共和国軍に入隊。ドニエプロジェルジンスキー工業学校、カラガンダ・ヤキンコンビナート附属工業大学、ソ連共産党中央。 委員会附属高等等学校を卒業。経済科学博士。カザフ国立大学名誉教授。国際技術アカデミー会員。ロシア連邦社会科学アカデミー会員。カザフスタン科学アカデミー会員。国際情報科アカデミー会員。国際技術科学アカデミー会員。北京大学より名誉博士号。ナザルバイフは、ソ連の副大統領候補でもあった有力者であり。 ソ連崩壊の際の独立国家共同体の発足でもアルマトイで主導的な役割を果たした。安定と経済発展を掲げた開発独裁を行い、カザフスタンイコール中国石油パイプラインや中央アジア中国天然ガスパイプラインの建設でカザフスタンの潤沢な天然資源を経済成長、一い中国などに積極的に輸出して、 カザフスタイ経済の発展を実現し、カザフスタンは中央アジアで最も高い一人当たりの国内総生産となり、ロシアと並ぶほどに成長した。カザフスタン議会は2000年にナザルバイフの議案提出権や、不逮捕特権を終身付与する法案を可決し、2001年にはナザルバイフに対して人民英雄の称号を付与する議案も、ほぼ全会一致で可決している。 三人の娘がおり、末娘のアリアは、キルギス共和国のアスカルアカエフ元大統領の息子と結婚した。ナザルバイフには男児がいないため、長女、ダリガワ、後継者候補として有力であった。そのダリガワ2019年に、父親から大統領職を引き継いだトカエフの後継として、上院議長に就任したが、2020年5月にトカエフによって解任され、 上院議員資格も抹消された。ユーラシア主義の推進者であり、LN 組旅フ名称ユーラシア国立大学を設立している。また、ユーラシア連合の提唱者であり、ユーラシア経済共同体とその更新のユーラシア経済連合の創設条約はいずれもカザフスタンのアストナで調印されており、ユーラシア統合を着想して多大な貢献をしたとナザルバイフを称えるロシアの プーチン大統領の提案で最高ユーラシア経済評議会の名誉議長にも任命されている。中国の主導する上海協力機構の創設にも参加して、後に国際的な注目を集めた一帯一路の構想を2013年に習近平国家主席がアスタナで最初に提唱した際はナザルバイフは真っ先にこれを支援し、 中国最高位勲章の有戯勲章も授与されている。隣接する中ロ両国とは友好関係を築き、大統領退任後も中国とロシアをまず外遊している。また、イスラム教徒でありながら、イスラエルとも強いつながりを有している。ありがとうございます。